はい、こんにちは。今回もリクエスト動画になるんですけども、以前、カートコバンサウンドということでエフェクターセッティングの動画ですね、これを作ってるかと思うんですけども、その動画を見て、英語バージョンを作ってほしいというリクエストをいただきましたので、今回はそういった動画を作ってみたいと思います。英語はちょっとできませんので、この辺に、字幕が入る感じになるかと思うんですけども、内容的には前回やったもの と、ほぼ同じですので、さらっとやっていきたいなと思っております。それでは DS1 ですね、DS1 ですね、セッティング的にはこんな感じですかね。ディストーションマックス、レベルマックス、トーンが十字方向ですね。メイドインジャパンの銀ネジの DS1 ですね。まあ古いやつですね。次は DS2 ですね。こういう感じですね。ディストーションマックス、トーンが、十字方向で、レベルマックスで、ターボ1ですね。で、以前は二次方向、トーンを二次方向にしていたんですけども、レギュラーチューニングにしてから、トーン十字の方が、低音とバランスも良かったので今はトーンは十字にしてます。レベルおよび、ディストーションですね、これはマックスにしてます。次はスモールクローンですね。スモールクローンはこんな感じです。同じですね。ディープスが、上ですね。上で、11時方向ですね。で、まあ大体、Come As You Are だったり、Smells Like Teen Spirit ですね。とか、まあ全体的な曲はもう大体この位置で、問題ないと思います。でちなみにハートシェイプドボックスなんですけど、つまみを、マックスにしてあげるとギターソロ部分ですね、それっぽい音になりますので、
ぜひ一度試していただけたらなと思います。それでは今回は以上になります。ありがとうございました。